FM ね、まあ、音楽局としてスタートって言いましたけれども、はい、結構あのやっぱり開局当初からマスメディア、そのジャーナリズムの役も果たさなきゃいけないということで、うん、当時はあの編成局という制度じゃなかったんですが、編成部報道課っていうセクションがあって、うん、アナウンサーはまずそこに、まずっていうか全員がそこに所属してるんですよ。で特にあの災害時にね、ラジオ大事だっていうじゃないですか。あの2011年3月11日の東日本大震災、テレビでは悲惨な情報、ね、映像ばっかり流れてっていう時に、うん、かなりそのラジオの良さというかラジオが再認識されたんじゃないかなと思うんですよね、はい。まあ、私は、うん、あの震災が起きた当日はオフだったんですけども、翌日から連日出てましたよね、うんうん。ね、あの日はどうだったっていうのは皆さんのね、うん、心の内にあると思いますけれども ね、はい、ね。さあ、実は東京での大きな余震の瞬間が東京 FM のアーカイブに残されていました、はい。東京地方でも現在揺れを感じています。お聞きの放送局は東京 FM です。落ち着いて行動してください。今家にいらっしゃる方、落ちてくるものなどに気をつけて、落ちてくるもの、落下物から身を守る体制をとってください。あの今地震がどうこうって言いません、あくまでもあのアーカイブね、あの当時のことですけれども、はい、あのあれですね、東京 FM の古賀亮子アナウンサーですね、喋、うん、ってるのがね、はい、うん。その後あの彼女は防災キャスターとしてね、活躍するようになったんですよね、うん。いろいろ勉強されたりね、こういうのもあったんでしょうね、うん。まあ、当時さまざまな取り組みが東京 FM で行われていました。そうですね、特別報道番組編成して、はい、例えば当時のアーカイブにはですね、宮城県の被災地にいるリスナーとつながったスクールオブロックでのこんなシーンが残されています。宮城県の矢上兜です。兜、今どこにいる？今体育館で避難所になってる場所に今。体育館か、はい。みんないろいろ助けてくれているのは本当に感謝してもしきれないと思うし、あの自分たちも助けられている立場だけど、自分たち一人一人が個人的に頑張っていかなきゃいけないっていう状況でもあると思うし、みんな頑張っていきましょう。カブト、本当にありがとうな。はい。で、一緒に耐えるぞ。はい。絶対負けねえぞ俺たち。はい、負けません。よし、カブト、ありがとう。ありがとうございます。頑張るぞ。頑張ります。いや、リスナーの男の子がこう自分を奮い立たせていることが、うん、やっぱり声ってにじみ出るんですね、うん。あの本当にラジオやってると声って意外にいろいろなことがこう、うん、はい、バレちゃうというか、うんうん、出ているっていうか、そこにたくさんのインフォメーションがありますよね。正直ですよね。大橋さんも当時、はい、ジェットストリーム特別編成で、うん、特番編成で放送した時に、ね、うん、その不安だというリスナーの方に声をかけ続けたと聞きました。はい、そうですね、あの主にこうメールでね、今どうしてるとかいうものだったんだけども、うん、小さいお子さん持つお母さんが、とにかく子供がもう毎日